ああ、また星が流れてる。これで流れなければ嬉しいんですけどね。多分いける気がするんですよね。やりました、やりました。星が点になってます。星好きの皆さん、こんにちは。はい、石像でございます。博物館に入りそうな赤道儀かもしれないんですけど、今日は星が流れるので赤道儀の調整、ギアの調整をしたいと思います。星が流れたので多分ここだなぁと。この中にギアがあるんですけど、その調整をちょっとしようかなと。設計軸、それから赤軸ですよね。まあ星追尾するのはまあこっち側ですよね。こっち側、これだけのことなんで、下側の設計軸の方を調整しようかと思います。もうこれちょっとテープです。いつでも外せるようにしてるんですけど、ここを開けるとモータードライブのギアがありますね。こっちのギア、まあこれは一旦外す感じですね。六角レンチでやっていきます。決めて、で反対側これも緩めちゃいます。取れましたね。で、まあ、ここ4点で止まってるんで、まあ、これを外しましたよと。こっちにゴムホイールが入っているんで、この 1,2,3 これを外していく感じですね。で、その前にですね、ここちょっと確認なんですけど、あ、動くな。ここが時々ね、硬くなりすぎる時あるんですよ。これが硬くなってるとよく星が流れますね。ちょっとまあこれ手で回らないといけないみたいなんですけど、ちょっと重い気もするんですけどね。ちょっとここを一回バラして調整してみたいと思います。歪んだらいけないんで、ちょっとずつ、あれ、ここはちょっと緩んでたな。ちょっと緩んでましたね。ここが緩んでたんで、ちょっと良くなかったのかもしれないです。とりあえずここを外してみます。まあ、今ネジを外しましたけど、これを取るとギアの噛み合いが外れるんで、ちょっと上を押さえながらですね、この上を、ここを外すとロックしててもギアの噛み合いが外れるんで、こう空転しちゃいますんで、ですんで、まあ望遠鏡を外してからやるんですけど、こんな感じですね。まあ外す必要はないんですけど、調整するだけなんで、まあこうなって、せっかくなんでバラしてみましたけど、あんまり赤道儀の中って見ることないでしょうから。で、これが基本的な赤道儀の構造なんですけど、まずはモーターが回って、モーターについてるスパーギアが回転して、で今度はウォームギアについてるスパーギアが回転して、ウォームギアが回転すると、で最終ウォームホイールが回りますよと。でこんな感じでウォームギアがずれてたりとか、もしくはモーターがですね、モーター側が傾いてたりずれてたりすると、星が流れちゃったりするんだと思うんですけど、で今回僕ですね、モーター側をきちっと直しても星が流れると。ですんで、あのウォームギアの方もずれてるのかなと。モーター側がずれてるとですね、ウォームギアのスパーギアに変な力がかかって、徐々にウォームギアの方も傾いてずれていくのかなって気がします。今回ですんで、まあ、今回両方調整しようかなという形ですね。あ、これがウォームギアですね。まあ、これが回ってウォームホイールに当たって回転すると。この3点ですね、この3点、この締め付け具合が難しいというか、微調整しないといけないですね。ここに当たった跡がありますけど、これが左右で締め付けてるところですね。左右から締め付けつつ、まあ、左右にずれないようにって感じでしょうね。まあ取り付けてみたいと思います。でこっちの本体側のギアはこんな感じですね。ここに当たってるよと。この当たり具合が強すぎても、この手で回らなくなるんですよね、ギアが。そうなると重たくなるんですけど、ちょっと重かったような気がするんですね、今回。結構これ複雑ですね。5点止めてるじゃないですか。ですね、まあ当たるところ、ここは最後は締め付ける
ポイントなんですけど、ネジ穴切ってあって、でここに当たりがあるんですけど、まあここに当たるのがここです。ここですよね。これネジですけど、まあ単純にここを押さえつけるバランスですね。ですんで、まあこういう調整ですね。それを左右のこのネジでやってると、で真ん中を固定しますよと。でさらにここに分かりますかね、当たりがあるんですけど、これ両方あるんですけど、こっちもこっちも、で左右にネジがあって、ここの左右のネジはこうずれないようにですね、左右に横に固定するとですね、横に固定動かないように、なおかつこうならないようにですね、なかなか難しそうですね。ちょっとそれを踏まえてやっていきたいと思います。こんな構造になってるんですね。ちょっと早送りしていきますけども、左右締め付けながらですね、で時々ですね、こうギアをこう回しながら硬さをこう確認しながら調整していく形ですね。で、まあ、大体1回どんなものかということで大体調整したんですけど、やっぱりちょっとねこれ重たいんですよ。もっと軽く回らないといけない。だからまた調整していくんですけど、なかなか微妙でですね、難しいです。こうやって動かすとギアが上下動いていくんですけども、この辺がすごい微妙で、この左右のバランスも重要ですし、いうところですね。なかなか難しいところです。でだいぶ調整してきていい感じになってきたかなってところですね。軽く回ってます。で一応これで締め付けて回してますね。軽くこう回るんですよね。で指の腹でですね、こうギアの横をこう押さえながらくるくる回るぐらいがベストかなと。まあこれも軽すぎてガタが大きすぎるとまずいんですけども、すごく今いい感じになってきてるので、この辺りでちょうどいいのかなと。でまあいろんな向きですね、赤道儀を回転させて重くなったりするとこないかを探って確認してますね。いい感じになってきたと思います。でこれモーターが入ってるボックスなんですけども、こうギアがついてるんですけど、モーターなんですけど、ここにテープ貼ってみたんですよ。ここに当たる面ですね。このクリアランスですよね。ギアこう離れたらこうなる、でこうピタッとくると、これがネジでね、ここでやるんですけど、六角ネジ4箇所で、これがもうすごい微妙なんで、そもそもが強く締めてもこの辺りで止まる、ギリギリぐらいで止まるぐらいの感じにしたいと。でまあここにもあるんで溝が、まあ、この裏にもテープ貼ったんですけどね、これね。まあ何回かちょっと調整して貼ってみました。何か鉄板みたいなのがいいんですけどね、超薄いシックネスゲージみたいなやつ、あんなのがあればいいんですけど、ちょっとまた見つけたら取り替えてみようかなと思います。もし何かいいのあったら教えてください。あ、いい感じ。この状態で止まればいいんですけどね。どうでしょう、このぐらいの隙間がいいような気がするんですけどね。このぐらいの隙間があった方がいいような。まぁ、ちょっとモーターを動かしてみます。ちょっと隙間多いですかね。ちょっと多いような気もするんですけど、狭すぎるよりはいいような。
まあ、滑ることはないと思うんですけどね。うん、ということでこれでちょっと星を取ってみようかと思います。これで流れなければ嬉しいんですけどね。多分いける気がするんですよね。オリオン座が出てるのでリゲルであの辺でちょっと撮ってみたいと思います。星が流れるか、赤道儀を修理、まあ、調整してテスト撮影中です。1200mm1 分止まればいいんですけどね。さあ1枚撮れました。どうでしょう、ええ感じ。ちょっとちっちゃい星見ないと分かんないですよね。いけてるんちゃいます、いけてるんちゃいます。16倍よし、1200mm16 倍で1分、やりました、やりました。星が点になってます。これがリゲルですね。よし、星点になりました。あの後何十枚か撮ったんですけども、その一部ですけど、この 1200mm1 分ですね。こんな感じで天像になってますね。これも天像ですよね。ほぼほぼ僕なりには、僕的にはもう全然天像ですね。オートガイドとかされてる方だったらどうなのかわかんないですけど、僕的には十分ですね。やっとこれで星が撮影できるようになりました。やっと天像になりました。結局はですね、このウォームギアですよね。ウォームギア、モーター側を調整してもダメだったんで、モーター側がずれてるんでウォームギアの方もずれてしまってたと。ですので、まあ、両方調整しないといけなかったって形ですよね。やっとこれでうまく撮影できそうです。もし星が流れてる方がいらっしゃったら、ウォームギアの方も調整してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。揺れてんで手が。